皆さんこんにちは、みなみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は短い博多の半幅帯で結ぶ帯結びですね、侍結びご紹介したいと思います。はい、それでは早速始めていきたいと思います。はい、それでは3m33のこちらの博多の半幅帯で侍結び結んでいきたいと思います。まず手先ですね。半分に癖がついている方が手先ですので、癖のある方を持っていただきたいと思います。手先の長さを測りましょう。帯結びの時の手先の測り方なんですけれども、手先はこう持ちまして測るといいんですね。それでだいたい私の場合ですと胸の真ん中、これで70センチ測れました。次に表にしたい方を自分の方に向けて、左側が手先、右側が垂れ先、背中に回して巻いていきましょう。帯板はくるっと帯板を使っています。はい、帯板の下線に沿わせて結んでいきましょう。そうしましたら左のお胸の下のあたりで巻き始めの手先を畳みます。ピンチで留めたところ、後ろからこう押していくと、ここが三角になるんですね。このまま持ち上げて後から向きを変える方法もあるんですが、今回はここで後ろに向きを変えたいと思います。こんな感じですね。はい、もう一回後ろからこうして、三角の頂点を後ろ向きに返しましょう。そうしますと後から手先が使いやすくなりますね。すっきり仕上がると思います。はい、次に畳んだ手先をピンチで留めたいと思います。帯板に留めてください。はい、左に矢印が向く感じでですね。では巻いていきましょう。右まで来ましたら、はい、帯が右まで来ましたらここで引き締めましょう。そしたら必ずですね、はい、引き締めましたら右脇帯2枚クリップしましょう。手先の上にタレをかぶせますが、タレの長さを測ります。はい、タレの長さを測るんですけれども、はい、左手を伸ばして内側に折り返します。こんな感じですね。短いのでピンチで留めるといいですね。ピンチで留めてください。はい、これがタレの長さです。手先と比べてみると、手先の方が5センチほど長いですね。このぐらいの感じでございます。はい、手先がこの位置にあると結びやすいです。そうしましたら、タレをまっすぐに引き上げたいと思います。ここをしっかり持ちまして、タレをじわっとですね、真上に引くように引いてください。はい、こんな感じで上と下ですね、引き締めて形を整えていきましょう。はい、次にですね、脇のピンチをここの場所にお引っ越しすると緩まなくていいですね。はい、タレの長さはこんな感じでございます。はい、そうしましたら次に、はい、ここですね、帯の上線を脇に向かって内側に少し、ね、1センチほど折り込みます。そうしましたらここにですね、タレを入れていきます。はい、はい、タレを入れていくんですけれども、短い帯はちょっとね、ここがですね、やりにくいですね。はい、こんな感じに
入れてみてください。ちょっとやりにくいですけれどもね、下から引き抜いて形を整えましょう。はい、いらないピンチはね外しますね。はい、次に手先を持ち上げて垂れ元にですね差し込みます。はい、こんな感じで差し込みます。はい、仕上がりの形なんですけれども、バランスが大事なんですね。はい、それで垂れのね手先のこちらの長さと垂れのこちらの長さが同じぐらいだとバランスが良くて綺麗ですね。はい、これで完成ですね。襟を崩さないように右の方に回していきましょう。クルッとビータは滑るのでとっても便利ですね。はい、こんな感じでサムライ結び完成です。いかがでしたでしょうか。あとはピンチをすべて外して仕上がりでございます。続きまして、はい、4メートルですね。4メートル伸びてサムライ結び結んでいきたいと思います。4メートルで結ぶ次の動画もぜひご覧くださいませ。